さあ、こんばんは、マーティン、ダーメクボ、キングダーです。キングダーのワイヤル日本、今日は東日本大震災から12年スペシャル。今日、侍ジャパン、ワールドベースボールクラシック先発はなんと、岩手県大船渡市出身の方、佐々木朗希。やっぱり佐々木朗希さんですね。はい。うん。今、邪魔入ってますけど。確かに佐々木朗希さん、すごいですね。うん。やはり東日本大震災から12年、今の被災者も本当にね、命失われ、尊い命が失われてしまって、悲しいちゃんですね。はい。日本は、いつ復興なのか心配でございます。はい。心配です。一日も早い復興をお祈りしておりますし、はい。日本はまあ、一致団結という言葉が大事です。サムバーラブベースボールクラシックも一致団結。どちらも同じでございます。というわけで以上です。バイバイ。